おお。何これ高橋さん。どうしたの。今日も、はい、不毛な時間を、はい、過ごしに来ました。こんにちは。こんにちは。レディオガガのレギュラーのですね、三浦さんと須田さんに今日もお越しいただきまして、よろしくお願いします、はい、また生産性のない話をしていこうと思っています。あのね、今日ね、ちょっとまずね、話始める前に三浦さんにプレゼントを、はい、ぜひっていう方から、はい、お渡しします。どうぞ開けてください。なんじゃ、やったいいですか。懐かしい。あのこの間僕撮影の時に筆塗りのあれ探してるって言ったら、これを送ってきてくれたんですよ。送ってくれたんですよ。いるんですか。 なんとね、このお近くにお住まいの方、はあ、うん、持ってたんですね。で、しかも使いかけだそうです、これ。そう、でもピンクと白でまさにフロッグ用じゃないですか。そうですよね。当時実際、うん、マイティフロッグに使うために買ったやつがそのまま残ってて、ね、そう、それを三浦さんにぜひ使わせてください。これで濡らしてもらえます。逆に言うと、ね、こんな固まってないです。多分分かんないけど、うん、でもありがとうございます。うん、これでね、フロッグが、はい、当時のまま、また、まあ、全てがほらヴィンテージですから。そうそうですね、ちょっと人間もヴィンテージなんでなんでこれ、やっぱ売れないからなくなっちゃったんでしょうね。そうみたいなんですけどね、どうも、どうしてもやっぱスプレー、みんなほとんどスプレーですから。そう、でもね、これで前も言ったけど、裏でぺちゃ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 って塗ると表面が綺麗だったっていう。そうそう、ね、ということでね、はい、軽く流したっていいですか。はいはい、あのね、僕のやっぱ思い入れのある実はね、はい、ちょうど今日 YouTube でアップしたんですけど、はい、僕思い入れのマシンっていうのが、はい、まあ、皆さん当然あると思うんですよね、はい、で僕の思い入れのマシンが、はい、大人になってからラジコンを始めて、はい、まあ、今私が、ね、あの、はい、僕がね、はい、今僕があのサーキットやってるのも、ね、はい、ラジコンにハマることになったのも、はい、一つのマシンから始まったんですよ、はい、でこれは今ね、この場で出すのがすごく意味があって、はい、なんでかというと、ちょっと先に出します、はい、これです。おー、これです。 911GT TA03RS じゃないですか。そうですよ。なんでこれ思い入れか、まあ、僕自身も当然めちゃめちゃ思い入れあるんだけど、はい、これを開発したのは三浦さんなんですよ。ずっとテストしたのは。そうなんですよ、はい、テストしたのはね、はい、でこれだけの思い出あるマシンを私 YouTube でね、すごい思いっきり語らせてもらったんですけど、はい、まだお二人ね、今日あげたんで見てないと思うんですが、はい、あのこれをね、はい、ちょっと開封して、はい、ちょっと懐かしみたいなと思ってるんで、ちょっと開けていっていいですか。いいでしょ。これ昔、はい、ほらデザインがね、そうです、ポルシェのワークスカラーのダンプじゃないですか。これ白になっちゃったけど、これね、まあ、半径かなんかの関係ですよね。でしょうね。ステッカーがなくなったからかステッカーがいらないから、ね、そうです、ね、そう、ストリート仕様だってやると、まあ、ルマンに出てたいつものポルシェカラーって感じですよね。そうそうそう、はいはいはい、そう、再販されたばっかですよね、これ。出たばっかな、実はもうほぼ手に入らないんですよ。困ったな三原さんも欲しかったでしょ。そう欲しかったでしょ。このね、シャーシが、はい、これかなりホイールベース短いんです、ね、短い、うん、この頃って、うん、ポルシェってまあ実車がホイールベース短かったから、うん、そうするとどうしても今までの 260mm と言われてたのだと間延びしすぎちゃって、うん、バランスが悪いっていうことで、うん、もうほぼポルシェ専用だみたいなもんですよね、うん、これ、うん、あの実際のところ、うん、で、まあ、これ開発してた時が逆に言うとこのボディがこの GT1 じゃなくてですね991の GT2 かな、うんうんうん、あの普通の、まあ、993ってやつかな、実車で言ったらのグループ GT2 バージョンの実車を乗せるのから作った車種、ボディがそれに合うようにって作った車種だったんですよ。シャーシがありきのボディをやったわけじゃなくて、はい、あくまでボディありきで、そうなんですね、それに合わすシャーシを作ったってこと。 そうですね、はい、それが RS なんですね。 そうなんですね。そこから来てて、まあ、ショートホイールベース、まあ、レーシングスペック的な感じになったんですけど、うんうんうん、
当時その部分でこのショートホイールベースになったんですけどね、はい、だからとにかくポルシェが小さかったっていうのが、うん、これのできた一つの要因でもあります、うん、実際のところ98年ぐらいですよね98年とか7年8年ぐらいですね、はい、で、うん、あの模型屋さん行って、はい、でその時ね、はい、ディエデロさんっていう存在多分知らなかったんですよ、はい、ポルシェがかっこいいなと思って多分買ったんですよね、はいはい、ロートホイールベースって他何があったのカローラとかだカローラは FF で出していて、うん、カローラ出してだ僕の中ではカローラはあの RC カーズの雑誌の時に写真でかっこよかった、はいはい、撮ってもらったのがイメージと、うん、まあでもこれよく走ったんでねそうなんですよタミヤのワーちゃんでも、うん、ほとんどこれだったんですよ、ね、そうなんですかそうですね、もう、ね、もうほぼワンメイク、うん、自分たちもこの車ばっかでずっと開発をやってたから僕の中でも思い出のある あるんですね、ありますやっぱ、ね、ずっとまさか今ねこれを買った時の僕はですよ、はいはいまあ、ラジコンにここまでハマるともまず思わなかったしで自分が将来お店をやってるなんて思わないしましてやそれを作った三浦さんと今こうやってね大好きのように嬉しそうに語ってるなんてね想像もつかなかったですよねそれが今こう再販されたんで嬉しいですよ僕も欲しいのよこれちょっとまた作るんで、はい、作ったらスタピオングランプリでこれ全部これね、はいはいはい、ドノーマルで、ね、やりましょうよ前も話しましたけど僕も一回就職してラジコン離れて、はい、復帰のラジコンが TA03F プロ、はい、FRP のあれだったんで、はい、これとかめっちゃ懐かしいですね、はい、僕の当時ってこの色でしたグレーです。グレーでさっき思った。これグレーじゃないと思って。これオプションかなんかで。黒いやつがね。黒オプション。懐かしいな。もう脇も分からず全部オプションつけましたよ。もうここがね、ここの差しのところがね弱くてね、かすっと当てると。あ、そうだったかもしれない。よく折れたかもしれない。ここがもげてね、これ変えるのは結構大変だった。なんかいいだけです。ああ、ここがね。ここが、うん、サーキットの別のところにあったコースにサーキットで壊して。うんそのちょっと離れた模型屋さんに買いに行くというのをひたすら繰り返してます、ね、このガルアームというか支点が下にあってこれがな、まあ、あの設計者の有村さんは、うん、これ、まあ、寝かしたのと同じ工具かということでこの位置でそうなんですね、はい、なんでこのダンパー立ってるんだと思ったらもっともっとあこういう支点だったらまあ視点が下に行ってるから角度的には立ってても寝てると同じ効果だとか当時納得した記憶があるそうなんですねでほら最近の X レイのロングサスアームとかこんな感じになってますよ、はいはいはい、これでダンパーを下げるみたいなすごい短いですよね今見るとサスアームはね短いこのぐらいです本当に短かったよなこれでビュンビュンね最終的にはなんか13ターンぐらいつけてねビュンビュン走ったりとかダイナランですそうそうそうダイナランを使ってずっとテストしてるでこれ高橋さん作ってくれるのねこれ作ります僕作りますんでまた、はい、そのうちスダピョングランプリ で仕上げはスダピョングランプリですからタイヤは何でやるのタイヤどうしようかタイヤこれでいいんじゃないですかやっぱ26ミリ幅で26ミリ、ね、これでしょこれも使いましょうよこのタイヤこれホイールって、うん、後ろのオフセット太い方だっけなえポルシェだからこれ昔オフセットしてるんじゃないあオフセット前後で違ったっけそうほらずっと太いほらほらちゃんと運んでるそうだ前後違ったんだよこっちと後ろ6ミリワイドかなんかそうだそうだで普通のなんか競技用タイヤつけちゃったらすごい入っちゃうそうかっこ悪かったポルシェはね基本リアトレッドが広いんでねうんそう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 かっこよかったねこれこれスタートングラム三浦さん早いんだろうなさぞかしこれは気を使ってかなわないよ絶対にバリバリやってた時ですからねこれこの20年前の記憶が毎日仕事そうそうあのタイヤ先とずっといた時代でしょそう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 この時は楽しみだなこれを三浦さんにね走ってもらうのも僕は楽しみですあ懐かしいなノバックのサイクロンつけてたからつけた僕あ僕最初テンペストつけて、うん、その後サイクロンにした覚えがある、うん、そう当時その頃のアンプで、うん、僕はエムトロニクスの小さいエムトロアンプを積んででこのフレームの横に穴を開けてそこからコードを出してたんですプロデジプロデジなんていうかなプロデジプロデジってやつそうだから皆さん使ったんじゃないそう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 三浦さんはやっぱなんか思い出の思い入れのもできれば強い思い入れのマシン僕はこれと昔のホリデーバギーなんですけど、うん、三浦さんは何ですか僕の思い出
まあ、いっぱい開発してきた車とかで見ると、うん、やっぱこの車とかも、はい、この TA03 シリーズっていうのは、はい、ある意味思い出の一つでもあるんですけどね、はい、だから、まあ、前も言ったけど、僕、うん、ラジコンカー買ったので見ると、うん、やっぱ一番最初に買ったのは三輪バギーで、はいはいはい、で逆に言うと、うん、もうこの動画をやり始めてからいろいろ古いの探してるうちにそうで、この間僕サイドカー、はいはいはい、B2B っていうのをちょっとやっぱオークションで落としたんですよ、はい、でなぜかふと思うと三輪車が好きなんだなと思って本当考えてみたらねそうなんですよ、うん、で、まあ、それを買ってでなぜかなっていうと、まあ、当時買って中古で買ったんですけど、はいはい、で別に僕その頃ってあれ70年代の車だったからどちらかというとそんなに現役じゃないんだけど、うん、ただなんとなく形がかっこよくて、うん、それの実車から来るところでサイドカーを買ったんですけどね。でもラジコンの中で見ると思い出では右と左でやっぱフロント一輪なんで、うん、右左の曲がり方が特徴があるってことで、はい、で最初そのキットを今買ってスペアボディまで買ったんだけど、やっぱ走らせてみたいな、ここでどういう走りをするのかっていうのを見たくて、ここしてね、はい、そういう意味ではちょっとここでもうスダピョングランプリにそれを持っていきたいなと落としどころはスダピョングランプリだよね。そうそう、やっぱそのいつもこのスダピョングランプリやるときに正回りと逆回りやる、うん、それでの差がどう出るのそうかそうか、なるほど、ね、そこが面白いなと思って、ちょっとそれで、まあ、またフロッグも作んなきゃいけないし、そういう車もあるし、うん、やっぱまあ当時そういった意味では、うん、面白い車が多かったなっていうところで、ね、そうだからレースで勝った負けただけで言うと、うん、やっぱそのコンペティションの車になるんですけど、うん、逆に言ったらちょっと変わった車って考えると、うん、そういった車っていうのは思い出だったり、うん、やっぱ子供の頃の時の方が思い出は強いかなと思って、価値観とか人生が変わったっていうほどのものはないですかね。なんか人生変わったで言ったら僕の中では、うん、アバンテかもしれないですね。アバンテ、うん、逆に言うとそれは TRF に入るきっかけの一つにもなったのが、はい、アバンテの出た時だったので、うんうん、あの時にちょうど、88年、7年かな、うん、の時にタミヤがそのバギーのでレース活動をやるって言った時に、ちょうど僕高校生だったんですけど、はい、その時にタミヤが本格的なバギーを出すと言ってたのがアバンテだったんですよ。なるほど。でそれをまあ買って、その時まだ、はい、ワークスじゃないから買ってですね、うん、走らせて、でそれで TRF の人たちと一緒に全日本選手権に行ったりとかして、はいはい、でそこで滝博士とかと知り、あれになって知り合いになってから、タミヤに入るきっかけになったところなので、うん、その時は一応 TRF っていうのは立ち上がってたんですか。立ち上がってたんです。でも TRF はまあ、タミヤレーシングファクトリーと言ってますけど、その頃はあのタミヤの中の同好会だったんですよ、どちらかというと存在としては、ね、存在としては、うん、今度またねちょっとあのステッカーの古いやつをちょっと持ってきますけど、はい、分かりました。あの TRF のロゴって昔今斜めになってるんですけど、最初の頃まっすぐの、でその頃のメンバーのシール、名前が入ったシールとかねあるんですよまだ。でやっぱその絵が TRF の最初だったので、だから今のやつってのも第2世代目っていう形になるんですけど、その時に入れたきっかけとなったのは、うん、アバンテ、まあその後よくイグレスになったんで、それはまあ人生の中できっかけの一つだったかなと思いますね。電動化で見ると神谷家、神谷の入社へつながってくる。そうですね、入社につながったものだから、今こうやってメーカーラジコンの業界に入る、まあそうですね、きっかけとしてはそうですよ、ね、そこかなっていうのは思います。職業ラジコンになる。そうですね、職業ラジコンになった一つですから須田さんもやっぱあるでしょ、そういうなんか強い。僕もそれを言うと、うん、やっぱりそのさっき言った TA03F でラジコン再開して、うんはいはいうん、でまあ、近くにちゃんとラップカウンターつけたコースがあるよっていうのを知り合いから聞いて行き出したら、もう完全にレースにドハマりしてしまって。あ、なるほど。最初は 03F で頑張ってたんですけど、それはでも復活してからでしょ。してから その前だって。でもなんかなんでこの間あれでしょ、このスダピョングランプリで持ってきて、うん、いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録
ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。